ハーフコートのオフェンスで、フレックス、それから UH モーション、バルカン3つをセットアップの練習をしました。で、そうやりながら今からやるこのローポスト オプションというプレーは、いろんなプレーをやりながらローポストが空いてきます。そこに放り込んで、どっかでノーマークを作る、そういう狙いがこのローポストオプションです。今から、狙いどころあるいは、動きを、説明したいと思います。ご覧ください。はい、そしたら、スタックから、押し込んで、はい、ゆっくり、はいはい、この時に今言ってる、ローポストに入った時、はい、入れてください、はい、この時にダブルチームに大体今よく来ます。でダブルチームに例えばこの人がこうにカットスルーしていった切れていった時にダブルチームによくやられます。だから我々は天理大学では、そのプレーももちろんやるんですが、今重点的にやろうとしているプレーはこの人はカットスルーしないで押し込んでコーナーに行ってください。そして、あのボール持っているディフェンスとトップの人がダブルチーム来ても近いところにボールがさばけますから、相手にスチールされることが大丈夫ですね。そういう意味でこっちに来ています。そして今度はトップの選手がちょっとディフェンス入ってください。こうやって一連の動きをしているときにトップの選手がバックドアで走ってください。ええて相手がディナイアルディフェンスをして一生懸命ついてたら結構トップからバックドアが効きます。はい、そしてバックドア行った、それでもナイスディフェンスして入らなかった、その時に逆サイドのセンターが向こうにアウェイスクリーンしてきて、はい、入っていきます。はい、得た、はい、これも一つです。そしてセンターの14番の選手に一人ディフェンスやって、谷本ディフェンス、はいはい、入ったコーナーバックドアアウェイ、ちょホールド待って、この時にねえ、ごめん谷本が入こうよ、入こうよ、はい、彼はこの14番のディフェンスですよ、はいで、はい、入ってきた、はい、この時にもしもスイッチしてやったら今度彼がハイポスト来たらボールもらえる、シュー、 OK、 まあこれが、まあね、狙いなんですね。そしてこれでダメだったら基本的なセットアップに入ったらいいですから、はい、もう一回始めからいこう、センター、はいはい、また井上のダメやな、今あいつとこへパスやったらお前もポストアップやってない、イブスそこへバウンドパス入れてみろ、はい、もう一回やりましょう、ポストアップ、まあこういう感じで相手をやっつけるということですね。はい、OK、今度反対側でもう一回やってみよう。反対側で。ポストアップ。パスやったら絶対ポストアップ。ギブアンドゴー。OK、 そしてちょっとディフェンス入ってくれますか、ディフェンス入って今度ちょっとディフェンスつけてやります、はい、ゴーカッティン、
入った。オッケー、ナイスプレー。へいへい、ちゃんと入れよう、ちゃんと入れよう。ロボス、はい、ボス、はい、オッケー、ナイスプレー、ナイスプレー、はい、はい、オッケー。そしたら今は45度の人はローポスでパスセーターとコーナーへ行きましたね。だけど時々はカットスルーしてください。カットスルーしてトップの人がコーナー行ってください。そしてあとは方程式は一緒の動きをしてください。わかる？はい、ちょっとやりましょうか。はい、はい、カットスルー。はい、彼がこっち来た。はい、はい、ボス、そう、はい、オッケーオッケー、ナイスプレー。まあこういうことですね。はい、もう一回行きましょう。今度反対側で行こう。反対側で、カット、はい、ボス、オッケー。そしたら今度は初めにやってたモーションオフェンスに戻って、モーションオフェンスをやりながら時々もしもローポストに入ったらこの動きをするようにしますから、はい、どこやってもいいけど基本的にはモーションをやりながらここへ入れてみろな。はい、よし、行こう。モーションちょっと続けて、ちょっと続けて、はい、こっちが、はい、モーション続けて、続けて、はい、展開、展開、はい、そこでやって、はい、OK。今度はちょっとおかしかったな、今、うん、ほんでパスばっかりならないで、みんなが、動き出したら自分がターンして攻めていったらいい。それを入れてもいい。パスばっかりならないで、はい、よし、行こう。はい、はい、コンティニュー、コンティニュー、はい、コンティニュー、はい、ここで入った。はい、カッティング、はい、シュート&リバウンド、それもいいし、次のやつも見ながらやるな。はい、もう一回、もう一回。はい、次、うん、はい、ローボス、はい、カッティング、次、イブス、OK、ナイスプレー。まあこういう形で初めにやったモーションオフェンスを、やりながら、ローポストのオプションにつなげていくと、まあそういうことです。はい、 OK、 もう一回行きましょうか。はい、カッティン、オッケー、ナイスプレー、ナイスプレーね。はい、オッケー。以上が、モーションオフェンスを利用しながらのローポストのオプションです。